ホンダピープルホンダピープルは、ホンダ技研工業が、かつて製造販売していたモペットである。1984年2月22日発表、同年3月15日発売、形式名 AB17、オートバイに、馴染みのない高齢、女性層を対象として開発された。1970年代に、 大ヒットしたロードパルと同様のコンセプトであるが、ホンダ技研工業は自転車用後付けエンジンの製造販売からスタートした歴史があり、モペットはいわば創業の原点というべき存在で限りなく自転車に近い外観及び1975年に販売終了となった伸びを以来9年ぶりに復活したペダル構造によるエンジン指導とすることで抵抗感を払拭。 乾燥重量も 24kg まで軽量化させ、容易な取り回しをコンセプトとしたモデルである。その当時でも時代錯誤と見られていた原動機付き自転車をあえて発売した背景には、補助動力付き自転車が一般の自転車と同じく無登録、免許不要で乗れる、崩壊性が取り沙汰されていたことも一因である。しかし当時の販売店には、 HY 戦争の結果としてもたらされたスクーターの大量在庫が存在し、大幅な値引き販売が行われていた。また、発売2年後の1986年には、行動走行におけるヘルメット着用義務が、原動機付き自転車にも適用された影響もあり、販売は低迷しわずか数年で製造を打ち切られた。ホンダピープル Q、交通博物館所蔵車指導はペダルを漕いだ上で、 手元のスイッチを操作することで行い、スロットルはグリップではなく右手を親指で操作する、レバー式であるほか、搭載される、排気量 24cc の AB17E 型空冷にストロークエンジンは最高出力 0.7PS と極めて低く補助動力的存在で、最高速度は時速 18km とされた。パイプフレームやホイールなど車体は自転車と同様であり、サスペンションは、 前後ともにリジット式である。駆動系はエンジンの駆動軸に直結したローラーがあとタイヤを摩擦力により回して動くシステムを採用した。このためエンジン動力とチェーンを介した人力を併用しての走行も可能である。ありがとうございます。